京都競馬場第4レースメイクデビュー京都2歳新馬ダートコース 1800m15 頭がデビューを迎えますジャパンカップでの中央競馬こちら京都競馬場も発送時刻がいつもより変更若干変わっておりますこの後11時40分に第5レースが行われてその後お昼休みというタイムスケジュールになっていますスタンド前でのゲート入り 最後は15番の乗車ルーテうちの各馬が終えたところ最後に向かいます先ほどよりもさらに青空が広がってきた京都競馬場スタンド前でゲート入りが終わりますスタートしました若干11番ベストリーターナー5番の白山シャトルも後方です まずはスタンド前3番ビレーラ内は2番リードアウトですさらには9番マッシャーブルム大外15番ジョーサルーテバグンの中には10番クスクス広がってさらには8番グランウォース1段で1コーナーを回っていきます1コーナーを回っていって内枠の2頭2番リードアウトですわずかに先頭かコーナーワーク リードは体半分2番手、3番ビレーラ第2コーナーのカーブ3番手は接近9番マッシャーブルムさらには15番、ジョーサルーテ先段4頭一塊で向こう上面です前から5投目8番グランウォース一発無地が入った13番スナー下り一馬身半後方に大外を通って5番白山シャトル一気に動いていって先段へその後ろ1番ダンツドール体半分遅れて7番、桂のキサノキ、さらには14番、神前8番 1>, 1馬身後方に4番北の早房さらには12番ウフフトルンナ3馬身後方に10番クスクス3コーナーカーブ 1000m は1分3秒1さらには6番アウローラルミエル最後方には11番のベストリーターナー3コーナーから4コーナー残り 600m です前は入れ替わって9番マッシャーブルムリードは首ぐらい。 激しく手が動いて5番白山シャトル2番手さあ4。コーナーカーブに向かってこれをかわして1番ダンスドール2番手に上がっていって残り 400m 4コーナーです。大外を通っては7番桂の草抜き。う内は8番のグランウォースさあ直線に向いて先頭9番マッシャーブルームリードは2。馬身取っているが、2番手は8番。グランウォースさらには7番の桂の草抜き。現在3番手。そして4番。 北のヘイブスは4番手ですが先頭9番のマッシャーブルーム3シンリードを取った2番手は8番グランオース先頭9番のマッシャーブルームゴール2着は8番グランオース3着7番の桂の草薙の順です新馬戦かなりばらけたゴール前となったんですが勝ったのは9番のマッシャーブルームモーニングの3区安城・松山晃平騎手デビュー勝ちです 2着は8番グランオース3着7番の桂のキさのキ、タイムは1分54秒9上がりタイムゴールまでの 800m は51秒 7600m は38秒4です序盤は固まった先団の3番手にいた9番マッシャーブルム3コーナーから4コーナーにかけて馬群が入れ替わって先頭に立って9番マッシャーブルム 最後は突き放して完勝、デビュー勝ち。二着は八番グランウォース、開いて、七番ガセナノキサノキ。若干外に膨れる格好もありましたが、三着は残っています。四番北野速水さ四番手。安城松山幸平騎手、九番マッシャーブルム、一着。 2着は8番グランオース3着7番の桂の草の木,木4着4番の北のハヤブサ5着は13番スナー下りの順です。確定までお待ちください。